今日もイデオムを見ていきたいと思います。4つのイデオムを確認していきましょう。前回まあネットの辞書としましては、まあケンブリッジディクショナリーを確認いたしましたが、まあオックスフォードとかまあ他もありますんでね、使いやすいのをいろいろ試していただけたらいいと思います。ケンブリッジディクショナリーの特徴ですけどもね、まあ、辞書ですんで、まあ、当然意味は書いてあるんですけどもね、イギリスとアメリカの、まあ、単語の発音記号が書いてあって、まあ、それぞれの音声がついているということですね。まあ、発音に不安があったりですね、ちょっとどうかなと確認したいときにですね、使ってみるのも、いいと思われます。この辞書の発音記号ですけどもね、この逆 C を伸ばした発音記号ですね、この A を伸ばした発音記号で表記してますね。 Dog もですね、こっちの A を伸ばした発音記号で記載されています。この逆の C を伸ばした発音記号ですけどもね、この A を伸ばした発音記号よりも少しだけ唇を丸める感じが一般的かなという感じがしますけどもね。 Dog、これもですね、アメリカの西側になりますと Heart と同じような感じで Dog を発音すると、少しも音域が違うんですけどね、この丸めてるか丸めないかで、ちょっとこう多少こう音域が違ってくるかなって感じがあると思うんですけどね、ただ音質としてほとんど差がないので、問題視もされないし、気づかれないということもあると思うんですけど、西側の人とは少しこう口の開き加減が違うというぐらいな感じですかね。他のネット辞書、ウェブリオなんかと比較しますと、Talk, Walk もですね、この一般的にこの C、 逆の C を伸ばした発音記号を使ったりしますけども、ケンブリッジの方だとこの A を伸ばした発音記号を使っているということですね。ケンブリッジの辞書ですとね、Talk, Walk, Hot, Pot もですね、全部この A の発音記号を使ってますけどもね、この逆の C を伸ばした発音記号は出てこないんでしょうか。この発音記号でもこの逆の C を伸ばした発音記号の次にですね、 R の発音が来るとですね、おっぽい発音になるというのがありますね。Core, Sore って単語がありますけどもね、この逆の C を伸ばした発音記号の次に R が来るとですね、結構おっぽい発音になるということですね。これをAに近い発音でやってしまうとですね、Car ってほとんど車と変わらない発音になってしまうということですけどもね、ウェブリオの場合はですね、アに近い発音であろうが、オに近い発音であろうがですね、この逆の C を伸ばした発音記号を使い続けているということなんですけれども、一方ケンブリッジの方はですね、この A を伸ばした発音記号を使うのをやめてるんですね。この時だけ逆の C を伸ばした発音記号を使ってるんですね。ウェブリオの場合はですね、おっぽくてもこの逆の C を伸ばした発音を記号をですね、分ける気がないというちょっと横着な感じがありますけどね、ケンブリッジの場合はですね、おっぽい時にはですね、この A を使うのをやめてですね、この逆の C を使うというですね、なんだ使うのかと、いや使わないとは言ってないぞという、そんな感じですかね。じゃあブログズ見ていきましょう。Joe Blogs、 ケンブリッジで見ますと、 An average or typical man ということで、標準の一般的な人ということですね。 Fred Blogs とも言いますけども、平均的な一般人、名前のわからない代用名としても使われるということですね。例文としましては、 This stereo system is the most expensive in the range、このステレオは最も高価なプライスレンジ価格帯であって、 And is not the sort of thing that Joe Blogs would buy ということで、ジョー・ブログズが買えるような代物ではありませんよと、一般の人が買えるような価格帯ではありませんよということを言ってるんですね。ジョー・ブログズのジョーはですね、もともとはジョーゼフという男の名前だったということですね。で、男、人、やつという意味で、ジョーという言葉も使われるということで、かつて G.I. ジョーというですね、フィギュアの人形がありましたけれども、ガバメントイシュー、政府の支給した官給の男ということで、アメリカ兵を第二次大戦の時には意味していて、それがフィギュア人形になったということですね。ブログズですけどもね、代用姓、代用の名字ということなんですけど、実際このブログズさんという人がいるのかもしれませんけど、なかなかまれな名前なのかなという感じはしますね。ジョー・ブログズに似た感じで、誰でもという意味で名前を使った感じで、トム・ディック・オー・ハリー、トム・ディック・ハリーという言葉もありますね。ジョーの他にもですね、ジョン・ジョニーになりますと、ジョン・ドー、ジェイン・ドーとなりますと、身元不明者の死体に使ったりですね、ジョン・キュー・パブリック、アメリカ一般市民とか、ジョン・ハンコック、サイン、署名に使ったり、ジョニー・カム・レイトリー、新参者、新米に使ったりですね、ジョニー・オン・ザ・スポット、即対処できる人、ジョニー・ワン・ノート、一つの考えに固執する人という感じですね、いろんなところでジョン、ジョニーが使われるということですね。はい、ジョンの他にも、ジャックもいろいろ使われたりしますね。ジャック・イン・ザ・ボックス、びっくり箱、ハンバーガーチェーンもありますね。ジャック・イン・ザ・ボックス、ジャック・イン・ザ・オフィス、これイギリスですかね。威張った子役人、ジャック・イン・ザ・オフィスという、ジャック・オブ・オールド・トレイズ、何でもやという、And Mass of None というと、いろいろ手出すけど薄っぺらいやつに使ったりしますね。ジャック・アラウンド、時間を無駄にする、からかう、
jack in、 これもイギリスですね。なんか辞めるという時に使いますね。 He jacked in his job and became a hippie みたいなね、仕事辞めてヒッピーになっちゃったみたいな、まあ、そういう感じで、まあ、ジョンだのジャックだのいろいろ言葉の中で出てくると思いますので、覚えておいていただくといいと思います。 Don't throw the baby out with the bathwater、 見ていきましょう。ケンブリッジで見ますと、To lose valuable ideas or things in your attempt to get rid of what is not wanted ということで、まあ、必要ないものを処分しようとして、まあ、価値のある考えやものを失ってしまうという、ね、必要ないものと一緒に大事なものを失ってしまうということですね。 Don't throw the baby out with the bathwater、まあ、直訳すれば、まあ、湯水と一緒に赤ん坊を流すなということですけどもね、まあ、祭事にこだわって大事を逸するなと、大切なものを無用なものと一緒に捨てるなということですけどね、まあ、この比喩例え話がこう赤ん坊の生き死にに関わってくるというですね、日本人にはちょっとショッキングな言い回しかもしれませんね。もともとはドイツのことわざだったらしいですね、まあ、赤ん坊を湯水と一緒に捨ててる絵がありますけどもね、1512年っていうのも言うのも古いですね。もう室町時代の話ですかね、まあ、昔はお風呂入る順番が決まってたということなんですけどね、まあ、世帯主から入って、まあ、最後は赤ん坊ということなんですけどもね、まあ、昔なんて毎日入る習慣がなくて、それでまあ順番に入っていくと最後はまあかなり汚れた水になって、まあ、それから出てきた言い回しということなのかもしれませんね。日本語で似たようなものですと、あの角を貯めて牛を殺すっていうのがありますけどね、まあ、角をまっすぐにして、まあ、牛が弱って死んでしまうということで、まあ、細部にこだわって大事なものを失うということで、まあ、似てるといえば似てると思うんですけども、まあ、なんでこれ牛の角をまっすぐにしようと思ったんですかね、まあ、英語で似たような言い回しですと、Better a snotty child than his nose wiped off ということで、まあ、鼻をもぎ取られるよりも鼻垂れの方がマシだということですね。まあ、赤ん坊を捨てたり鼻をちぎり取ったりとかですね、もうアメリカやイギリスにはもうチンピラしかいないのかと、そういう感じもしますけどね、はい、Take for a ride 見ていきましょう。 Take for a ride、意味としましては To deceive or cheat someone ということで、欺く人を騙すということですね、例文としましては I think we've been take for a ride、 僕たちは騙されているんだと思うよ。まあ、Take for a ride の意味ですけど、まあ、騙す、欺く、誘拐目的で車に乗せる、殺すために連れ出す、まあ、まあ普通に車で送っていくという意味にもなりますね。まあ、コンテクスト、まあ、その文脈の中でですね、イディオムであるかを、まあ、ニュアンスを把握していく必要がありますね。まあ、友達がですね、車で送ってってあげるよという時、まあ、I'll give you a lift, I'll give you a ride ということで、まあ、イギリスとアメリカだと、まあ、一般的には、まあ、リフトとライドを、まあ、分けた方がいいかなという感じがありますけどね、Could you give me a lift to the station? Could you give me a ride to the station? まあ、駅まで送ってってもらえませんか、はい、Take for a ride、まあ、あの騙すという意味ありますけどね、使ってる単語自体は非常にシンプルで、まあ、In the car とか場所も指定すればですね、まあ、分かりやすい単語かなと思いますけどね、ただまあちょっと動詞の時はでも注意が必要かなという感じはしますね。バスとか電車みたいな乗り物の時はですね、まあ、take took を使った方がいいかなという感じはしますけどね、まあ、ride の時はですね、まあ、一般的にはまあちょっとヘリクツっぽいですけど、まあ、上に乗っかるみたいなイメージありますんでね、まあ、ちょっと気をつけた方がいいですね、まあ、ride ですけどね、 I ride my bike, I ride my motorcycle って感じで、まあ、自転車とかバイクにまたがるみたいな感じで乗る時は、まあ、ride は一般的に使いますね。あと tram、トロッコとか horse とか馬なんかに乗る時にも ride はまあ一般的でいいと思いますね、この使い方は。まあ、友達に How did you get here? まあどうやって来たのと聞かれたりですね、 I drove、 まあ運転してきたよと、まあ、I walked、 まあ歩いてきたっていうのもまあいいと思いますけどね、まあ、日本語で乗るっていうのは結構まあ広い意味合いで使ったりしますんでね、まあ、車乗ってきたよという時にですね、ride を使わずにですね、まあ、運転してきたならば drove っていうのを使った方がですね、まあ、分かりやすくていいと思いますね。まあ、バスとか電車みたいなですね、まあ、公共の乗り物に関しては、まあ、I get on the busI get off the bus という、まあ、オンオフを使ってですね、まあ、タクシーみたいな、まあ、ちっちゃい個人的な乗り物に関してはですね、 I get in the taxi, I get out of the taxi という、まあ、インアウトを使うのがですね、まあ、一般的かなという感じはしますね。 Like water off a duck's back 見ていきましょう。 Like water off a duck's back のこのダックですけどもね、まあ、カモとアヒルにはまあ生物学上の違いはないらしいですね。英語ではいずれもダックが使われると、まあ、色もですね、白だったり色ついてたりしますけども、どちらもダックということですね。 Like water off a duck's back の意味ですけども、 Criticism of a warning to a particular person that have no effect on that person ということで、まあ、特定の人への批評や警告がですね、まあ、その人には影響を及ぼさないという、まあ、ダックが水を弾くみたいに影響を及ぼしませんよということですね。 Like water off a duck's back、
何の効果もなく、まあ、カエルの面に水で、まあ、カエルの面にしょんべんって言ったりもしますけどね、もう批判が無意味で、アヒルの羽毛が油性で水を弾くことから来た言い回しだということですね。例文としましては、 I've told him that he's heading for trouble but he doesn't listen. It's just water off a duck's back ということで、まあ、彼に面倒に巻き込まれるということをですね、まあ、教えてあげたんだけども聞きれませんよと、忠告したんだけども効果がありませんということですね。ダックとグースですけどね、まあ、ダックはまあアヒルカモと訳されて、まあ、グースがガチョウなんて訳されたりしますけどね、まあ、厳密には違うということですね、まあ、見た目も大きさ、首の長さが違うというのが挙げられますね。ダウンジャケットのダウンですけどね、胸のあたりの羽毛をですねダウンと言いますね。一方背中あたりの端っこを持った羽はですねフェザーと言いますね。まあ、アヒルなんかはですね、まあ、羽が水を弾くんで浮いてられますけどもね、まあ、洗剤入りの水なんか入れてしまうとですね、まあ、油が取れてしまってですね、まあ、溺れてしまうということですね、まあ、ペットとして飼おうと思っている人はですね気をつけましょう。それではまたお会いしましょう。 See you next time.